ヤクルト村上がフェンス直、野間ずっこけ悪送球、村上ホームイン。リーグ3連覇を目指すヤクルトが2日、広島を3に特打し開幕3連勝。2位2の8回、村上宗隆内野手が放った一打が決勝点となった。2位2の緊迫した展開の中終盤8回、ここで頼れる4番の一振りが試合を動かす。この日も4番三塁として先発出場した村上は第4打席、無視走者なしから4番手松本の投じた6球目、真ん中高めの速球をフルスイング。高々と上がった打球は惜しくもスタンドまで届かなかったが、右翼の間が打球処理をもたついている間に激走。送球も乱れため、一気に本塁へと生還を果たしランニングホームランのような形で決勝点。記録は村上の二塁打と野間の失策による得点となった。ライト打球はどうかフェンス、そして野間が処理をもたついているアウトに、さあ回ってきた回ってきた回ってきた、4番村上、本人も驚いた表情ですが、なんだこれ、野間お前なんか起きた、実質ホームランや、野間のホームランやな、入らんのかいからの、お笑い野球にシフトしたんか、広島も B 確定やな、村上の確信でいかないって風か、野間はエンターテイナーやな、打ててないし痛めてるかも、だから野間は次のカードスタメンから外してくれ、田村ためそう、どうせ勝てないし、あのプレイで怪我しててあれならわかる、健常であれなら首でいいやろ、言うてファンブルなければ二塁打やろ、一応記録上は三塁打やけど、ランニングホームランじゃないの？チャンネル登録よろしくお願いします。